DeNA、大村巌育成打撃コーチが、5年ぶりに復帰した筒香嘉人も外野手の打撃練習を支えている。4年目の筒香にマンツーマンで指導し、飛躍を後押ししたことで知られる師匠。筒香は20年に海を渡ってから、無駄な部分を削ぎ落とす作業をかなりしてきた、と明かす。投手は日本と比べて足を上げてから、下ろすまでの時間が短い傾向にあり、打者の手元で球を動かすタイプが多い。筒香の練習内容にも驚かされた。球速158キロに設定した投球マシンに、バッテリー間の 18.44 メートルで対峙し、球を捉えてはマシンよりに一歩距離を詰める。重さやバランスの異なる複数のバットを使い分け、木製にとどまらず金属でのスイングも取り入れる。何十種類もの動きで体を起こすところから、メニューは始まるようだ。さすがや。筒香復帰は地味に大村巌を帰ってきてるのでかいよな。漫画とかでありそうな特訓してるな。金属バット使ってて草。筒香は成長し続けているな。筋トレして打球速度速くした方がいいよ。目は慣れるかもしれんけど、フィジカルがついてこなそう。まあ体重重すぎると、走らなあかん外野手は怪我しやすくなるもんな。パワーこそ正義。野球選手ってスイングの練習だけで筋肉つかんの？ある程度はそれで必要や筋肉つきそうなもんやが。筒香のことなら大村巌に任せておけば大丈夫や。甲子園強豪校がやる練習やん。大谷みたいに成功してる人の練習を、丸パクリじゃあかんのか？ウェイトなしで鍛えるってほぼ無理だからな。必要な筋肉だけ鍛えられたら理想なんだろうけど。結果だけ見れば成績は残せなかったわけだから、この練習もどうなんやろ。日本なら平均5キロ下がるから多分筒香は打つんだよな。筒香1軍復帰が近いみたいやし、NPB でまた活躍してほしいな。頑張ってほしい。